頑張れるやよしこ。加水大選手手術で一時休養へ。女性お笑いコンビ、頑張れるやのボケ担当のよしこ、28、が、加水大選手と、診断され、手術のため一時休養することが、16日、所属事務所、吉本クリエイティブエージェンシーから発表された。事務所は、加水大選手治療のため、一時休養することになりましたので、ご報告いたします。よしこは、人間ドックを受診した際に、ホルモン酸性の陽性の腫瘍が見つかり、担当医師と相談した結果、腫瘍を取り除く手術を受けることとなりました。関係各位、ファンの皆様には、大変ご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、お願いいたします。とした。当面の仕事及び復帰時期に関しては、手術後の経過を見て、医師の判断に従い、関係各位と相談の上で調整させていただきます。とした。よしこと相方のまひる、25、も事務所を通じてコメントを発表した。よしこは、関係各所の皆様、いつも応援してくださるファンの皆様、この度は、ご迷惑をかけして申し訳ございません。完治させてまた、頑張りますので、これからも頑張れるやをよろしくお願いいたします。まひるは、よっちゃんの分も頑張りますので、これからも頑張れるやをよろしくお願いいたします。よしこは、ぽっちゃり系で長い黒髪が特徴的で、女優小雪、多部未華子、広末涼子、財前直美の顔真似を得意とする。12年に大阪 NSC に入所して、同期の、まひる、25、と、頑張れるやを結成した。昨年、2月に日本テレビ系、内村テラスに出演したことから、うっちゃんなんちゃん内村光義に認められて、同、5月に東京進出。現在は、日本テレビ系、世界の果てまで行って Q の温泉同好会などのコーナーで活躍している。